続きまして、花澤さん、お願いします。はい、えー、初日に見に来てくださった皆さん、本当にありがとうございます。もう、仕事終わったり、ね、して、ああ、ビール飲みたい、みたいな、そんな時間だと思います。本当にありがとうございます。あの、で、あとニコ生もみ、見てくださってる方がいるということで、あの、本当にこの作品の良さをどうやって伝えたらいいんだろうって思うんですけど、私、あの、 そうですねこの作品をやらせていただいて魂人の魂って何なんだろうってすごくあの考えてしまいますでもあの結構それがいいふうにあの私自身には作用していてえっと何にでもこう魂がこう宿っているって思うとすごくこう優しい気持ちになれたりとか。うんあの そうですね、いろんなことを考えさせられる作品になりました、えっと、皆さんも何か、えー、見た後に、えー、そうですねなんか温かい気持ちにもなる作品だと思うので、はいえー、感じていただけたらなと思います、えー、何度も見ていただけると嬉しいですありがとうございましたありがとうございます そして楠木さん、お願いします。